はい、皆さんこんにちは。海外転売講師の黒澤敦史です。実家におります。私の住んでるマンションから実家までは徒歩10分もかかんない5分ぐらいの場所にあるんですけれども、実家にいたら実家にいたでやっぱり自分のマインドっていうのが変わってくるんですよね。まあ当然なんですけど、私が何十年もここで生活していた場所ですから、マンションは自分で借りて自分で住んでいる場所、ニューホームって感じなんですけど、こっちはトラディショナルホームみたいな感じですかね。伝統的な家というか、なのでこっちに来るとやっぱり頭の中っていうのが違う思考回路になってくる、思考循環になってくる気がするんですよね。でですね、今回は高所卸市場の魅力について話していこうと思います。ちょっと光の関係でね、目がこんなになってますけれども、こっちすごい太陽が、南がこっちなので、あの自然の光を利用した照明で今回は話をしていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。高所卸市場に行ってカチッとハマる方って、まあ、思いっきり物販に向いてる方だと思うんですよ。で、このカチッとハマるっていうのは何なのかっていうのをまたね、先日のシュレディンガーの猫の話じゃないですけど、やっぱり自分の中でいろいろ分析したがり板なので考えてたんですよね。高所卸市場に行ってなんかカチッとハマる、カチッとハマるっていうのは、あ、自分の生き方こっちだなとかね、自分はなんかこの高所卸市場に行ったり来たりするのが向いてるなとか思うってどういうことなんかなっていうのを自分なりにあんが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 ん半数咀嚼してみたら、何かっていうと、私って今の仕事の形態的に物販セラーとしてはそれこそどこにいてもいいわけじゃないですか。まあ、単純に24時間以内にアマゾンのお客さんから、もしほとんど返事メールは来ないですけどね、ほとんどはアマゾンに直接メール行ってアマゾンが処理するっていう話なので、セラーに直接質問が来るなんてことは実はほとんどないんですけれども、稀に質問が来た時でも24時間以内に返信ができるような環境を作っておく。これはまあパソコン1台用意しとけば済む話ですよね。で、物販講師としては月1のリサーチ会があったりとか、あと場合によっては生徒さんと飲み会に行けるようにとかね、考えると大体1ヶ月のうちに私が日本にいなきゃいけない日ってたった数日なんですよ。数日とはいえね、もちろんうちの9畳のばあちゃんが今1階で、まあ、ご飯出来合いのもんですけども、今あげて美味しい美味しいって言いながら食べてるとかあるから、家族のことを考えるともっとここにいないと、日本にいないと、東京にいないといけないんですけれども、仕事面に関しては自分が日本にいなきゃいけない日って1ヶ月に、まあ、ほんと数日、2日ぐらいしかないんですよ。2日か3日ぐらいに。じゃあこの最後の3日って、まあ、自分が生徒さんと会う1日がありますよね。で、あとはあと2日ぐらいって何なのかっていうと、まあ言うなりゃ友達と会うとかね、他に、まあ、生徒さんとその対面リサーチ会以外で飲み会に行く予定を立てるだとか、まあ、そういったプライベート、まあ、仕事関係じゃ仕事関係なんですけども、そういう集まりですよね、催すのであればってことですよ。だから平均3日ぐらいいれば済んじゃう話なんですよ。で、広州に行って戻ってくると私が感じることって、あ、やっぱりあっちにいる自分ってまさにね、普段から物販セラーをやってるとどこにいてもいいですよと。で、このノマドの発想は遊牧民って言葉から来てるように、どこ行ってもいい、まあ、世界のどこにいても仕事ができるって環境づくりではあるんですけど、これってもうちょっと講義的に解釈する必要があって、他の動画でも話してますけれども、どこに行っても仕事ができるってことはどこにも行かなくたっていいって話なんですよね。だから今回私が言っている内容って、じゃあ物販セラーの人は皆さん世界各国飛び回りましょうって言ってるわけじゃなくて、もうなんならうちの近くだと高尾山、比較的近くだと高尾山っていう山がありますけど、高尾の方ってむちゃくちゃ地価が安いんですよ。例えば家賃とかね、 2LDK でも5万6万円であるような場所なんですけど、そこに引きこもってたっていいわけですね、そうしたければっていうことも前提として話を進めさせていただくと、私はまあ見栄えがするっちゃ見栄えがするんですけど、行ったり来たりしてると、で9月10月11、12、2019年の1月2月っておそらく毎月どっか行くんですよ。まあ広州とタイと、あと行くとすれば香港ぐらいなんですけど、とにかく仕事ですけどね、行ったり来たり
してる生活っていうのがなんか自分らしいんです。さらに言えば、私の知り合いで仲のいいね、ネットビジネス時代から仲が良かった友人がいるんですけども、その友人も旅行が好きなんですよ。で、旅行行ったり来たりしてるんですね。私なんかよりも全然もう地球の反対側だろうがどこだろうが行っちゃうような、で1回の旅行でもう何カ国も行くような感じなんですけど、そのスタイルと私は似て非なるもので、自分はあくまでも広州卸市場だとかね、せいぜい香港だとか、自分の仕事に関係があるビジネストリップとして行く。要するに私が海外に行く自分の中での条件っていうのは、海外に行ってお金を稼ぐか、お金をもらって海外に行くか、あとは若い頃であればもう一つ、なんで無言になったんですかね。あと若い頃だったらもう一つ、まあ可愛い女の子がいるっていうのが昔は条件だったんですけど、まあそこは今はこっちに置いといて、おいしょ、ちょっと引き出しに、よいしょ、おいしょっしゅっ、まあそれはさておき、でも今は基本的には2つですよね。いきなり珍しくしどろもどろになってますけど、とにかく私はお金もらって海外行くか、海外行ってお金稼ぐかっていうことが条件なんですよね。で、それをまあ、今実現できている状況に至っているんですが、でも言うても家は東京都調布市にあるわけだし、実家も東京都調布市にあるわけなんで、海外に行くとまだまだその滞在費やら何やらのコストっていうのは結構かかるんですよ。当たり前ですけどね、ホテル暮らしですから。でもホテル暮らしっていうのも1泊6000円のとこに住むってことは、住むっていうか滞在するってことは、1ヶ月だと18万円ってことじゃないですか。まあそんな高いようでそんな高くないというかね。で、1泊6000円のところだからそうなだけで、1泊3000円のところに泊まったら、1ヶ月滞在してたって、10日間滞在したって3万円ですよね。で、1ヶ月滞在したって30日ですから9万円ですよね。で、言うなりゃ私のこの東京都調布市の駅前の場所だったら、まあ、9万円って言ったら本当ワンルームとかね、そのぐらいのマンションなんですよ。アパートでも7万円8万円するぐらいな部分なんですよね。ってことは、もし自分がこの都内に関しては、東京に関しては、日本に関しては、住む場所そんな問わず、もう物置みたいなのが一個ありゃいいっていう、本当の物を置くための場所がありゃいいってなると、私は海外に行ってずっとホテル暮らしをしてたとしても、そこまで今の生活と生活の水準も質も、そのひもじを思いしてご飯食べないだとか、そういうこともなく生活ができるんだなっていうことをなんとなく考えています。まあそれを実際行うかどうかっていうと繰り返しになるけれども、やっぱり自分の時間軸だけで生きてるわけじゃないからね。例えばばあちゃんの時間軸、母親の時間軸、いろんな人たちの時間軸があって自分もその中で生きてるわけなので、まあそうなかなかできない部分もあるのかもしれないけれども、極限的かつある種理想的なことを言えば、まあ海外にいようが日本にいようが、もしここでね、何か多額のローンの支払いがあるだとか、まあ、家を買っちゃっただとか、そういうことがなければ、そしてもちろん私これ今実家に戻ってきてるから余計感じるのかもしれないですけど、やっぱ実家っていうのはいいですよね。ずっと住み慣れた家っていうのはいいですよね。いいんだけれども、もしそういう概念すら取り払うことができたらというか、まあ、賃貸でずっといいよっていう発想を私の両親が持ってたら、我々の住む場所っていうのはコロ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 変わってたはずなんですよね。たまたま私のひいおじいちゃんが買った土地がここにあるから、ここに家が建ってて、ここに自分はずっといて、ここに戻ってくると近所の人もいつも、あ、黒沢くん、黒沢さんつって挨拶できるような人たちがそこら中にいるんだけで、で、そういったものが、まあ、いらんと、賃貸でいいっていう私じゃなくて両親がそういう考えであれば、おそらく転々としてだろうしね、むしろ転々として当然だと思うんですよ。例えば父親が、まあ、もう亡くなった父親がバリバリで働いてた頃の
給与とその後の年金とかの生活になってくると、やっぱり住む場所って段階的に変わってくる。で、私が生まれる前にはここで良かった、生まれた後だからこっちで、私がどうにかこうにかね巣立ったからもう今はこんな広い家いらんとかね、そういう考え方で住み替えていくことができるし、賃貸であれば、まあそれこそそこが古くなったりとかね、震災の後にちょっと壁にひびができてなんか怖いなと思ったら、すぐ近いような似たような物件で、より新しいような場所に、同じような価格の場所に住み替えるなんてこともできるわけですよね。だからさっきも下でばあちゃんと話してたんですけど、家を持つっていうのは結構なデメリットっていうのがあるんだなって個人的には感じました。あとはですね、デメリットはこれまあ不謹慎な話ですけど、お父さんお母さんどちらか亡くなった方は体感すると思うんですけど、相続の問題があるんですよね。一つの土地に一つの家が建ってて、そこに住んでんだけど、相続の権利を持ってる人たちが3人いたとする。じゃあその家3つに割って、ホイホイホイって分けりゃいいのかっていうと、まあ別にここをまっさらな更地にしちゃってね、家を土地として売っちゃって、で金銭として分けんならいいんだけど、やっぱりずっと自分は住んでるところだし、まあ自分はここ手放してもいいっちゃいいんだけれども、やっぱり帰る場所がなくなるっていうのは、もう何十年間も自分のなんだろう思い出が染みついてる場所なので、やっぱりここの実家に関しては、まあとりあえず守っとくかみたいな感覚は持ってるものの、持ってるし、あとは母親にとってはやっぱりね、いい年も70超えてますから、今更どっか別の場所に住むっていうのもなかなか、まあ不幸とは言わないけれども、やっぱり安らかに眠れないんちゃうかなっていうのもあったりするので、ここに関しては、それなりに考えてはいるんですけどもね。とはいえやっぱり結局我々は大きな世界と小さな世界っていうのがあって、小さな世界っていうのは家族とか親族とか、そのまあ、肉親関係を中心としたちっちゃな世界と、あとは日本とか世界っていう大きな世界があるわけですよね。で、グローバル化って言っていて、私も大きな世界単位で考えると、冒頭でもお話ししたように、別に広州行こうがね、日本には月に 2,3 日いるようがね、であとは広州に住んでようが いいんだけども、小さな世界で考えてみるっていうことを実はしてないと。要するに非グローバル化というか、反グローバル化ってわけじゃないんだけれども、グローバル化って言われてる世界で、だからノマドイコール世界中どこ行ってもいいみたいな発想に、ある種固定概念で行っちゃうんだと思うんですけど、我々にとって大事なのは、その大きな世界は大きな世界で、まあ勝手に回っとけっていうところ多いじゃないですか。例えば物販だとトランプ政権がどうだこうだって言ってるけど、トランプ政権が中国の関税上げようが下げようが、それは我々はどうしようもないことで、そこに関してわちゃわちゃ言っててもしょうがないし、金門出てもしょうがないんだから、我々は我々のできることをしましょうって発想がありますよね。それと似たようなもので、この世界が好景気か不景気かとかね、日本がどうだこうだっていうのは抜きにして、そんなのはどうでもいいっていうか、そこで右往左往してる必要ははっきり言って全くないですから、逆に言えばそうならないような生き方をする必要があるとは思うんですけど、とはいえやっぱり自分たちの中で大切なのは小さな世界 で自分の場合、父親が亡くなった時に、その小さな世界の大きな存在が亡くなったんですよね。で、この小さな世界の、黒沢家って並びに親族っていう、この小さなコミュニティの中では、一人いなくなるっていうことは、もう本当に四角形が三角形になるぐらい全然形が変わってくるんですよ。で、形が変わると隙間ができますから、隙間ができるとその隙間を、が綺麗にこういう埋まっていけばいいんだけれども、やっぱりここで埋まってかなくなることってあるわけですよね。それが例えばお金の話とか相続の話とか、そういったものっていうのが絡んできたりする。で、多くの、人間っていうか、ほとんどの人っていうのはやっぱり、奴隷ってわけじゃないんですけども、少なくともいろんなものに洗脳を受けて、こう生きていけばいいっていう生き方をしたら老後貧困とかになってるわけじゃないですか。
で、あんだけ汗水垂らして40年も50年も働いてきたような人たちがね、老後になって1日300円も食費にかけられないような生活をしてるだとか、貯蓄を切り崩してるだとか、そういう状況に直面していく人だって今後は多いと思うんですよ。で、我々は物販って定年ないですし、物販これからやろうとしてる人も初めは地味ですよ。成長曲線ですから、初めはすごいなだらか地味なんですよ。でだだるってなる、このるってなるまではしんどいし地道だし、まあそうなった後だって地道に堅実に進んでいかなきゃいけないんですけど、とにかくやっぱりほとんど多くの人っていうのはネットビジネスだから怪しいだとかね、本当に何アマゾンで売るってそんな危なっかしい商売あんのとかね、そういう感覚を思ってる時点で危なっかしいんですよね、本当はね。危ないもんは危ないけれども、そうやって、フィルター越しに見てしまうと、そのフィルターってそれが大きな社会が我々にガシャンガシャンガシャンってここに与えてるフィルターじゃないですか。で、例えば会社員になって、昔は年功序列っていう発想がありましたから、その年功序列で何なんかっていうと、結局もうそれは崩壊してる制度なわけですよね。だって早期退職とかリストラとか平気で行われてるわけじゃないですか。で、その中ででもその年功序列だとか終身雇用制だとか、そういったものを経験してた人が親になったり教師になったりしてるわけですから、親とか教師が言うことって、まあぶっちゃけた話古いんですよね。スマホも触れないだとかね、インターネットってなんだみたいな人が、今どちらかというと、まあ老害なんて言葉もありますし、あの言葉はまあなかなか複雑なことがあるので一概には言えないんですけれども、お偉いさんになったりしてて、解いてるわけじゃないですか、いろんなこと、わー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 。で、その解いてるその人たちのマインドの中には存在してなかったような感覚っていうのが、現在我々は普通に持っているわけなんですよ。でも社会の洗脳ないし、古い体制で生きてきた人たちが教育を行っているという、このまあ状況ですよね。結局新しい感覚を持っている人が教えるんじゃなくて、一つ前の感覚を持っている人が一つ前の感覚で話すから、ずっと我々にとっては二つ前のことを教えられるような状況って結構あると思うので、その中でやっぱり我々にとって重要なのが、結局我々自身の考え方に基づいて自分がしたいことを生きていくっていうことが大切なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。でですね、ちょっとねオカルトチャンネルなんですけど、私最近話し方がすごい好きでよく聞いている方がいるんですよね。で、その人がこの、まあちょっとすみません、見えてないかもしれないですけど、よっ、この直木マンショーっていう方なんですけど、これでこうすると見えますかね、直木マンショー、はい、こんな感じで、直木マンショーさんって、まあ、オカルト関係についてずっと話してるんですけど、私この人の話し方とかってすごい勉強になるところがあって、最近よく見てるんですね。オカルト好きかどうかっていうとまたそれはあれなんですけれども、別の話なんですけど、で、この中にあったエノメナスでしたっけ、アノメナスでしたっけ、とにかく私が言いたいのは、あのハッカー集団、国際的に有名なハッカー集団っていうのがいますよね。で、その人の話がここに書いてあったはずなんですよ。死後の世界じゃなくって、で、その国際的なハッカー集団が出した動画っていうのが非常に、あ、アノニマスですわ、アノニマス。まあこの後ちょっと広告ですけども、はい、まあこの方なんですけどね、アノニマスからの人類への警告っていう動画があります。で、この動画の中で、まあアノニマスが言ってることって、まあこういうハッカー集団なんですけれどもね、このハッカー集団が言ってることっていうのは何なのかっていうと、我々の社会っていうのは一部の富裕層のために構築されているものであると、一部の富裕層にとって、よっ、お、音声出ないかな、あ、音声出ないですね、一部の富裕層にとって都合のいいように
我々の社会っていうのは作られていると。でこの中でどういう洗脳を行うものっていうのは何なのかっていう、何のために洗脳を行うのかっていうと、まあ、いくつか理由があるんですけど、嘘の情報を流すためと真実から目をそらすためと戦わせるためとかいろんな理由があるっていうことを話してるんですよ。でこの方結構ね、昔確かシアトルに住んでたのかな。非常にあの話し方だとか頭脳とか明晰ですから非常に面白いんで、ぜひ見ていただければと思うんですけれども、話をちょっとここね映像切り替わってますけど、話を続けさせていただくと、このアノニマスっていうのが一体何なのかっていうと、結局のところ簡単に言えば、まあ、そのハッカー集団が何を我々に伝えてるのかっていうことなんですけれども、それって結局我々は自分たちの思う通りに生きていく必要があるよってこと、自分たちの考えに従って生きていく必要があるよっていうことについて話してるんですよ。これアノニマスから人類へのこれですね。よ、要するに洗脳を受けちゃってると。我々はそのテレビから目を離せないような状況になるように、テレビだけじゃないですけれども、いろいろなメディア媒体から目が離せないようになるように、もうちょっとそっちの方に視野を固着されちゃってると。でその中で私が思うんですけれども、一般的な人っていうのは、これアメリカ同時多発テロの話ですね、ちょっとチラチラしてるとあれなんで、ちょっとこの人の顔だけ映しておこうと思うんですけど、我々って結局まあ絶対洗脳は受けてるわけじゃないですか。だってでも親からは洗脳そんな受けてないって言うけど、その親が洗脳受けてるわけだし、で洗脳受けてる人が洗脳してるんだから洗脳受けてに決まってんですよね。じゃあ学校の先生はって言って、学校の先生だって洗脳受けてる人が教育してんだから、それは教育だけれども洗脳ですよね、になりがちだと思うんですよ。でその中で我々っていうのは新しい感覚っていうのを持ちたがらない上に、必ず貧乏と中流階級の人のバトルっていうのが常に存在している。でそれを金持ちは上から眺めて、あ、人がゴミのようだでしたっけ、ムスカ大佐みたいなことを言ってるわけですよ。でその状態が、まあ、都市伝説的なこと、オカルトチックな話ではあるんですけれども、少なくともアノニマスが言っていた話っていうのは、我々っていうのは結局のところ、まあ、都合のいいようなね、思考回路も教育も全部その富裕層が都合のいいように操られてるから、我々っていうのは結局、まあ難しい話じゃなくて簡単な話、我々が自分たちの考えに従って、特にこっちに行くかこっちに行くかってこの二股の道が分かれてたとしたら、自分がワクワクする方を選んで進んでいった方がいいよっていう話をざっくり言えばしてるんですよね。でこのワクワクする方っておそらくは一般的にこうした方がいいって方じゃない気がするんですよ、基本的に。例えば私の場合は大学受かったけど、中央大学の文学部哲学科に受かったけど行かないだとかね、フリーランスの日本語教師になるだとか、やっぱり私の恩師も、まあ、一人だけ、まあ、黒沢が決めたんだったら間違ってないよって言ってくれた高校2年生3年生の担任の坪原先生って方はいらっしゃったんですけど、その方を除いて、まあ、家族もで他の先生方もみんな、お前中央大学行っとけということになったんですよね。でも自分はその時にワクワクする方を選んだんです。だから中央大学に行かない代わりにどうしたかっていうと、インドに行くっていうことでインドに行っちゃったんですよね。肝炎の注射打ってバーって行っちゃった。でも なんかそこが自分の中では今までの生き方からバリ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 って、その自分の考える方向を進んでいくっていう一つのきっかけになりました。でその後とはいえですよ、一人の、まあ、粒みたいな私がね、この大きな世界の中の 粒の一個みたいな私がんなことしたって、まあ、せせらぎが起こるわけじゃないんですけど、世界に自分自身もやっぱりこの社会のレールの中から外れるってことで、やっぱうまくいかないことだらけだったんですよね、30までは。だからその中で、でもリリー・フランキーの本に書いてあった通り、30になったらどうにかこうにかがむしゃらに動いてたら、生きてたら飯が食えるようになったっていう言葉があったので、私もそういうもんなんかなって、そのリリー・フランキーさんのそのただの一文に
感化されてというか勇気づけられて、まあ30まではがむしゃらになんかいろいろやってみようっていうことを続けてた結果、物販に出会えたっていうのがあるわけなんですよね。だから自分だけの方向を進んでいくって、道がないところに突入するわけですから、普通の人は道があるとこを歩いていくので、ずっと早咲きできると思うんですよ。簡単に言えば就職したら、はい、大手企業就職しました、おめでとう、はい、もう成功。ただそれは道があるところだから歩けるだけで、私みたいに森の中とか茂みとかね、未舗装の場所を通っていっちゃうと、未舗装の場所をまあちょっと自分が歩ける程度まで舗装してったり、少なくとも町得てみたいなので、自分が歩ける茂みをこういうふうにザク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 叩き破りながらというか進んでいくっていうと、やっぱり時間かかると思うんですよ。だから結局のところ30まで時間かかったんかなっていう感じはしますし、いまだに新しいとこ行こうとしてるからね、ザク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 やってるんで、なんかいちいち遅い部分もあるとは思うんですけれども、まあ、わちゃわちゃ話してしまいましたが、今回のまとめに入らさせていただきたいと思います。このアノニマスから人類への警告っていうこの動画は面白いので、ぜひ一回見ていただければなと思います。ナオキマンショーっていうもので、チャンネル登録者数45万人いるんですよね。で 1.4 万人の人がいいねをしてて、338人の人が、まあ、悪いねというかバットをしてるんですけど、これ驚異的な数値です。私の動画なんてだいたいいつも2つぐらいバットをついてますからね、公開してないですけどねだから 1.4 万人と338だから、もうすごいパーセンテージの人がいいねを押している動画なので、まあこれもある種大衆がそう判断してるっていう意味では、別にだからどうだこうだじゃなくて、あくまでも皆さん自身のナチュラルな感覚で見ていただければなとは思うんですけど、私はこの人の話し方は、まあ、すごくはっきり話してて面白いし、まあ、ちょこちょこ下ネタ挟んだりしてるんですけども、なんかそれもすごく戦略的な下ネタで、なんか私下ネタ好きじゃないんですけど、こんな嫌にならない、なので非常にいいかなと思って、この人の笑顔を今もずっと映させて、こういう風にやった方が見えるかな、こんぐらいやった方が見えますかね。ちょっと別のシーンにしますか。フライドポテト、まあこれにしますか。せっかくなんでこれ映しておきますね。はい、まあ洗脳されてますよいうやつなんですけど、とにかく、まあ、今回私がお伝えしたかったのって、私は杭州行くとかっちり来るんですけど、その杭州に行くとかっちり来るっていう生き方って一般的な生き方ではないと思うんですよね。あの仕事で出張するとか言うんじゃないじゃないですか。もう自分が行きたいからそこにいるっていう判断で杭州に行くっていう、なんかこの感覚っていうのは、なんて言うんですかね、非常に刺激があると同時に未踏の場所というか、自分史上未踏だし、周りから入ってる情報を見ていてもやっぱりそういう生き方をしてる人はいない。仕事でどこ行く仕事でどこ行くっていうのじゃなくて、自分はそこいるってだけですから、で仕事はこっちのパソコンの中でほぼほぼ完結していくって状態って、なかなかファンキーな、ある種ファンキーな生き方だとは思うんですけれども、杭州に行ってなんかカチッとカチッという音がね、音じゃないかもしれないですけど、カチッという感覚が聞こえた人っていうのは、そっちを突き進んでいって叱るべきなんじゃないかなっていう話をさせていただきました。で2018年は 1,3,5,7,9,11 って隔月、1ヶ月おきにというか1ヶ月おきに隔月 1,3,5,7 奇数月に杭州に行ってたんですけども、来年からは杭州卸所ツアーって3人以上集まった時点で実施っていう感じにします。今年は私が杭州卸所に同行するっていう新しいプラン、新しい体制を作って、最初の1年だったので2ヶ月おきに行くっていうことを死守したわけなんですけど、来年からはじゃあ 1,3,5,7,9,11 で行くかっていうと、そうじゃなくて、まあ単純に本来はね、いつ行くから来いよっていうのじゃなくって、本当の自然な流れって、行きたい人が集まったからじゃあみんなで行きましょうっていうのが本来自然な流れだとは思うので、その自然な流れに戻していきます。まあ初年度だけね、こんな感じで、まあ、宣伝も多くして、みんな 1,3,5,7,9,11 で行くからおいでおいでみたいな感じだったんですけど、来年からはそういう風にならないです。ってことは、この11月、次は11月なんですけど、11月16日から11月6、7、8、9、11月19日までっていうのは、これめちゃめちゃお得ですよ。要するにこっちがもう行きますって規定する、もしかしたら最後のトリップ、最後の
ツアーになるかもしれないので、ぜひね、行ける方っていうのは行っていただければと思います。まあ、だって多いじゃないですか、1357911ってぶっちゃけた話ね。年に6回あります、1357916回ありますいう話になったら、やっぱり徐々に、初めは物珍しさで参加する人もいるけれども、6回目になるとなかなか参加、まあいつも宣伝とかが来てるから、なかなか、なんだろう、6ヶ月目ぐらいになると行こうって人って減ると思うんですよね。まあ幸いもうお申し込みはいただいてますけれども、でも普段のペースよりはお申し込みのペースがやっぱ今年6回目だから遅くなってる。で、遅くなってるけどやりますってことは、本当に赤字度外視でやりますって話なわけなんで、結局のところ人数が少なくても決行するのは今回が最後なんですよね。今回が最後っていうか、今まで5人6人毎回参加していただいてましたから、全然問題はなかったんですけれども、11月に関してはもし万が一参加する人が、まあ3人、2人でも3人でも4人でもやりますよっていう前提で今進めてるわけなんで、11月って一番密になるんじゃないかって思います。今までで一番、1357911の中で一番密な交流がこっちサイドでできるから、横のつながりを持つって意味では一番面白くなるんじゃないかなと思いますよ。毎月というか、毎回毎回のものっていうのは、まあ講師に行くって人は士気が物ごっついですからね。それなりの人っていうのは、それなりの人っていうか、ものすごい人たち、士気の高い人たちが必ず集まるんですよ、講師卸所ツアーって。だからすごいプラスなんだけど、11月に関しては特にね、まあ年末も近いし、バタバタしてる時期っちゃしてる時期なので、その中で参加する人たちで、しかも隔月にやりますよっていう、そのいつやりますっていう確約を行う最後のツアーになりますから、現状ではね、現状の今後の、まあ、考え方とすれば、来年からは1357911で必ずやれますっていうのは なくなるとは思うので、私の考え方的にはね。なので今回はかなり いいんじゃないかなって、まあ、毎回いいんですけれども思うので、まあ、ちょっとそれもあったので、私とすればね、まあ最後のアピールですわ。11月のツアーのアピールも含めて、その講習とは何ぞやっていうのを、その大きな世界、小さな世界っていう考え方と、アノニマスの人類への、アノニマスから人類への警告っていう、この動画も踏まえて、我々っていうのが自分がワクワクする方ってどっちなんだろうっていうのを選択していく。人生は2の N 乗だなんて言ってますけども、私はね。で、その人生を進んでいく中でどういうふうに進んでいけばいいのかっていうのを、ある種体感するというか、もう一度再考するというか、もしかしたら今までそんなことあんまり考えてなかったことを、改めて甲州という地でね、咀嚼してみるっていう意味でも、甲州卸市場って、もちろん物販の卸市場ですから、卸市場回っていろんな商品見つける現地の業者の人と交流するっていう意味でも大切なんですけれども、それ以外にも自分自身と対峙するという意味でも非常にいいんじゃないのかなって思いますし、11月に関しては、まあ、ある種特殊なものですよね。今年6回目の講習ツアーで、おそらく多分参加人数も普段よりはちょっと少なくなるとは思うので、この時期であればもっとアットホームさが増すと思うんですよ、今回は。だから非常に密に交流ができるので、皆さんにとっての、なんていうんですかね、やっぱりたくさんの人がわーっている中で、たくさんついても5、6人ですけど、わーっているよりも、まあ3、4人ぐらいでアットホームに交流できるっていうのは非常に面白いんじゃないのかなって。みんなやっぱり講習に行くとね、いろんな情報があるから、中国語飛び交ってますし、緊張するところは緊張する、疲れるところは疲れると思うんですけれども、その中でより余裕を持ちやすいような状況が11月のツアーは作れるんじゃないかなっていうふうに思ったので、まあ、それも踏まえて話をさせていただきました。支離滅裂になってしまいましたけど、最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒澤敦が、まあ、自分の生き方を一つの皮切りに、講習に行くこととか、世界のことだとか、皆さん自身も含めて各々が生き方に対してどういうふうに考えていけばいいのかとか、そういうことについて話をさせていただきました。ではでは、また長くなりましたか、もう34分くらいですね、話してますが。
ここら辺にさせていただきたいと思います。またノーカットの編集版でこちらもアップさせていただく所存です。というわけで最後までご清聴くださりありがとうございます。海外転売講師の黒沢敦がお届けいたしました。では失礼いたします。